天道寺は、天道禅寺とも呼ばれ、東南仏国とも称される、著名な禅宗の寺院である。禅宗御山の第二に列されている。石膏省寧波市、周区にあり、大白山のふもとに位置し、山により、水に臨む、かつ経の地にある。天道寺と日本の仏教の関係は深く、日本の総統州は、天道寺を祖帝としている。1983年。 国務院は、漢族地区仏教全国重点地域に指定している。2006年には、国家重要文物保護単位となった。天道寺は、精神の栄光元年に創建された。湯行像の吉岡が建てたと言われている。当庁の初年、現在の位置に移った。建元2年、宿層から、天道霊老寺の名を賜った。港織10年、異臭から、 天寿寺の名を賜った。北曹の慶徳四年、新州から天道慶徳禅寺の額を賜った。南曹の県園三年、小学禅寺が住職になった。昇高四年、東南の第一王殿を増築した。厚敷五年、高僧から大白名山の四寺を賜った。家庭年間、天道寺寺は全員御三実節の第三山に列せられた。 法教元年、総統宗第十三祖の二条禅寺が、住職になった。ちょうど、日本から、道元が来朝しており、天道寺で修行していた。帰国後、日本で、総統宗を開いた。明の大祖は、天下明治を作法し、天道禅寺を天下禅宗御山の大二山に、列した。万歴十五年七月二十一日。 大雨と洪水によりことごとく破壊され、礎石や瓦礫すら残らないありさまであった。真の妖精帝から、自運密府の変額を賜った。北曹の喜び暦7年11月、王安石は、雄天堂寺の死を作った。村村、宗卓緑、浮き空、春日がうぐいす、邸谷口風。二重利商業翼人、青山捧げいずるぼの王宮。 天皇殿の伊田殿三門、天道寺島木野に、建築をした、明、万歴十五年七月二十一日上、天道寺、前週五三、第二三、相当集法伝承地。法王王。2012年1月29日閲覧。 http://www.kagemarukun.fromc.jp:/page003f.html ありがとうございます。